ドリームズ・カム・トゥルーは2006年のアメリカの映画、ダグ・アッチソン監督。スペリングビーの全米大会、スクリップス、ナショナル・スペリングビーに挑戦する11歳の少女に、その母親、学友、コーチのララビー博士の物語である。このほかカーティス・アームストロング、JR ・ビラレアル、ショーン・マイケル・アンファブル、エリカ・ハバード、リー・トンプソン・ヤング、ジュリト、マッカラム、サハラ・ゲリー、 エディス・ティープルズ、チマーといった俳優陣が脇を固めた。アッチソンによる映画の制作は10年以上の期間を要した。1994年のスクリップス・ナショナル・スペリングビー大会を見た、彼は選手の大多数が経済的に裕福な家の出自であることに注目し、この映画の初期構想の着想を得た。1999年に脚本を書き上げたアッチソンは、 2000年のニコルキャカ本家奨励金を支給された者の,の一人となった。これが映画プロデューサーのシドギャニス及びナンシーハルトギャニス夫妻の目に留まった。初期の資金調達に失敗したものの2002年のドキュメンタリー映画チャレンジキッズ未来にかける子供たちの成功がプロジェクトにとって2番目の追い風となった。2004年にはライオンズゲートフィルムズが制作を請け負い、 翌年には600万ドル超の予算でサウスロサンゼルスにおいて撮影が行われた。勇気を与えてくれるこの映画の主題は次々に現れる困難な課題に負けず障害を乗り越えることであるとアッチマムは述べている。またアフリカ系アメリカ人をステレオタイプではない方法で表現することを望んでおりアフリカ系アメリカ人の児童らが ステレオタイプのいくつかに対していかに実質を与えるかを示そうとしたとも述べた。この映画は黒人コミュニティが直面する問題と同様にコミュニティの重要性についてもほのめかしを行っている。またパブリックスクール制度を批判しつつ校内での別紙及び敬意の感情についても取り扱う。俳優陣はこの映画はお子様向けですがご両親にとっても 同じくらい重要な教訓を与えてくれるはずですと述べている。2006年4月28日にアメリカで封を切られると、ドリームズ・カム・トゥルーは、批評家と一般の観客双方から好意的な評価を受けた。レビューでは、ストーリー展開と俳優陣が賞賛され、主演、パーマーの演技が褒めたたえられた。しかし数名の批評家は、 ストーリーはありきたりの方にハマった展開であると変し、またアジア系アメリカ人の登場人物の描写について厳しい批判を行った。興行収入は1900万ドルに達し、ブラックリール賞や NAACP イメージアワードなど数々の賞でノミネートを受け受賞している。映画の批評家たちはハリウッド映画に通定する。 アフリカ系アメリカ人のステロタイプを回避している点で、この映画を高く評価したが、学者からの評価はこれよりも低く、いくつかのクリシェを増強しているとまで言われた。アキーラは貧しいながらも、学級を飛び級するほど優秀な少女だった。元カリフォルニア大学ロサンゼルス校英語学科長、ララビーは、彼女の才能に目をつけ、英単語の暗唱大会に出場させるべく特訓を、開始した。 最初は消極的だったアキーラだったが周囲の熱意もあり大会出場にこぎつけることができた。だが様々なライバルたちの存在もあり優勝への道のりは平坦なものではなかった。カッコ内は日本語吹き替え一般的に評価から肯定的な評価を受けた。ロッテントマトズでは131件の口コミが寄せられこのうち83%が 新鮮だという評価だった。メタクレティックでの評価は100万点中の72点だった。コンセンサス、アキーラはローレンス・フィッシュバーンとアンジェラ・バセットから素晴らしい演技でサポートされ温かみのある家族向けの弱者の物語である。シカゴサンタイムズは私たちの勝利に取り憑かれた文化では正しいことをして関与すること、共感と寛大さとアキラ。 アンダーソンのような若い女性が本能的に理解しているものは勝利以上のものだ。若い観客のための映画であり、彼らがアキラから学んだ場合、彼らはより良い生活をすることになるでしょうとして4つ、母子満点をつけた。ありがとうございます。